変わってフランスの選手です。去年おととしとこの大会で第2位でした。ヴァンサン・レステンクール181センチ、19歳の選手です。予選では A グループ第2位でした。フランスの19歳ヴァンサン・レステンクールでした。シニアにも出ている、まあ、実力のある選手なんですね。そうですね。相変わらず演技は荒削りですね。はい、まあ、高さのあるジャンプが切り札なんですけど、はい、まあ、あのプログラムはフランス的な個性でスケートの質の悪さを少しカバーしているようなところはありますけれど、とりあえずこの選手はあのシニア、ジュニア行ったり来たり。そうですね、はい、これショートプログラムジュニアだからこのダブルフリップでも減点されないんですけど、はい、シニアだったらここはしっかりと 0.4 減点されますね。うん、そうですね。とジャンプは高いのと飛ぶ前の姿勢がキャンデルロールそっくりなんですよ。トリプルアクセル飛ぶ前のフリーレッグの持ってきてた中、あとはいつも気になるのはあのズボンだか靴だかこう紐のようなものがビラビラしてるんですね、はい、いつも彼これで平気で滑ってるんですよ、うん、もう見てる方はねあれ踏まないか引っかからないかってとっても気になるんですけど ね、このまま滑ってるんです。あ、気になりますね、はい、ジャンプの高さありますね。あります。非常にダイナミックなジャンプを飛ぶんです。彼はフランスの選手として初めて4回転ジャンプを成功させた選手でもあります。彼は昨年の世界選手権第9位という成績でした。2000年の12月に、まあ、ちょうどフランスの国内選手権の直前なんですけれども、コーチとちょっと問題があって別れたということなんですね。あのコーチ変わりました。それまではあの男性のコーチで
キャンデロロといつも一緒にいるコーチだったんで、そうですね、はい、女性のこのコーチに変わりました。そうですね、はい、まあ、そういうこともあってしばらくスケートが滑られないような状態だったということなんですね。ですからヨーロッパ選手権は出場しませんでした。そしてこの世界ジュニアだけに出場してきました。得点を待ちます。本当この辺まで来るとジャッジも点数かなり迷いますね。はい、スケートの質が良くて滑りが良くてミスしたり、こうトリプルアクセルっていうクレジットを与えるけれど、はって何位ぐらいにつけようかっていうんですよね。基礎点ある程度上げてもプレゼンテーションで今度はどこまで落とそうか、プレゼンテーションの評価も何位ぐらいの評価っていうのが必要なんですよね。ただ点数出すだけではなくて何番目の順位かっていうのもつけないといけない。トータルで見た時にもですね、得点は 4.7 からになります。エレメンツの得点です。上は 5.3 です。そしてプレゼンテーション5.3 が2つあって 5.1 が2つありますが、その他4点台もありますね。下 4.4 という得点もあります。そうですね、ほとんどのジャッジが下げてるんですけど上げてる方もいますね、ジャッジによって。